廃魚網に引っかかったウミガメゴーストフィッシングは漁業者の管理下を離れた漁獲機能を残した漁具等が海中に残留して水産動物の死亡を引き起こし続ける現象。幽霊漁業とも呼ばれる。ゴーストフィッシングは水産資源の資源量に悪影響を与えることから全世界的な研究課題となっている。ゴーストフィッシングを引き起こすとして特に問題に。 なっている漁具が、カゴと差し網である。1978年のスモールウィズの報告によれば、ゴーストフィッシングに影響を与える要因として、漁具数、漁具の構造、海域、問題となる生物の生態や行動が挙げられるという。定量的評価モデルとして、1個の一室漁具が、海中に残留し、 ゴーストフィッシング機能喪失に至るまでの、境地的変化をもとにしたミクロ推定と、両業種ごとの固有の魚具一出数の推定による、広域でのマクロ推定がある。現在までに、水面下で、相当量の被害が発生しているとされ、アナゴタコカニについて、特に問題視されている。タコにおいては、商業的水揚げ量と、同等から2倍にも当たる被害が発生しているとの、 推計もある。漁業が行われている海域においては、相当量の漁具、廃棄物が確認されているとの報告がある。このような現状から、国連食糧農業機関総会において採択された、責任ある漁業のための行動規範には、ゴーストフィッシングの抑止を目的とする要求事項が存在している。また、陶器漁具の回収も行われている。 1999年に新日韓漁業協定が発行して以降、日韓暫定水域や日本の EEZ における韓国漁船のゴーストフィッシングが問題となっている。漁具が極めて安価であるために漁具一室が多いという知見があり、開発途上国では漁具が高価であるために漁具一室が少ないという推測もある。タンザニアでの漁民に対する聞き取り調査では、 漁具が失われても必ず回収する漁具一室の可能性がある漁場での操業は避けるといった回答があった。2011年3月11日に発生した東日本大震災では沿岸域に付設されていた刺し網や籠の大部分が海中に放置されたためゴーストフィッシングの影響が懸念された。なお、一室漁具については 漁具再設置に対する障害になるという漁業、管理上の別の問題がある。漁具以外の人工物が海洋投棄された場合にも同様の現象が発生することがあり、広崎大学農学生命科学部の研究グループによると海洋投棄されたタイヤの内側に入り込んだ宿刈りが、 構造状態ヤの外側に脱出できないまま命を落とすケースが頻発しているとする報告を発表した。ありがとうございます。